元で NA 山口俊、あの事件は酒を飲んでなければ我慢できていた。何度か行ってる病院で、これまでは個室に通してもらってたんですよ。なので個室に通してもらっていいですか？って言ったら、相手の警備員が威圧的で、僕もお酒が入ってたんで、そんな言い方ないでしょみたいな感じで、で警備員の方から僕に突っかかってきたんですよと、顔を突き合わせる距離で睨み合いになったのだという。やばすぎやろこいつ、やっぱり横浜ってゴミだわ。まあ横浜ベイスターズの選手だし、人間性に多少問題あるのは仕方ないんちゃうか。もう何も言わない方が良さそう。横浜の育成どうなってんねん。こいつやばすぎてネタにもならんわ。山川は見習うべき。病院の時間内で当たり前に個室通してもらえると思ってるのやばい。山口なんて誰も知らねえよ。そんなんで事件になるわけないやん。手を出さなければ暴行じゃないと今でも思ってそうだな。これで自分は悪くないって思えるのか、どうしようもないな。警備員にも非があるみたいな言い方してるのが気に食わんな。仕事やろがそれが。酒飲んでるやつの証言謎当てにならん。警備員は真面目に仕事しただけやのに。こいつかなり変よな。仲がいいやつと顔ったん。これで面会になってると思ってるのがやっぱりやばい。巨人1年目の成績が警備員KO だったもんな。ご視聴ありがとうございました。